決着をつけねばならぬのは。不本意だ。ここはどこだ？お前は一体。力の大会に出場していたサイヤ人たちが大会の時よりも手強いな。何が起きている？なかなかやるじゃねえか。私一人でも必ず勝ってみせます。第七宇宙のサイヤ人よりはまだ青いか。次だな。私も負けてられない。私にもっと力があれば。ここは俺の記憶から生まれた世界なのか。お前と共に戦うことでさらなる強さを得られるのであれば、この試練を乗り越えてやる。第六宇宙の暗殺者、殺のルールの下でなければまた違った戦い方を見せたのだろう。奴の本気を見るなら、例えば俺自身に依頼を。さすがに極端な手だな。次は第七宇宙か。始めよう。犯人が立つぞ。それじゃ松井ぞ。戦いの勘が鈍ってんな。私の真の力を披露してあげましょう。
今のはなかなか効いたぞ。俺の動きについてこられるやつがいるんだ。調子に乗り上がった。また中途半端な色を選んだものですね。今そのあなたの力は認めざるを得ませんね。面白いじゃないか。俺が負けるとは。この俺が叩き落としてくれ。ベジータが他と同じく大会の時より強化されているようだ。だが戦いの中で成長するサイヤ人であるからにはこの程度は想定のうちだろう。トレーニングの相手にはちょうどいい。利用させてもらうぞ。限界を超えて成長する戦闘民族か、サイヤ人。改めて興味深い素材だ。やはりお前なのだ、孫悟空。もはや膝を屈することもない。全力で行くぞ。手強いな。このままでは。なぜお前は。そうか、俺が無意識のうちに望んでいたものは、お前がここにいた意味は分かった気がする。俺が無意識のうちに望んでいたものは。